イリノイ州はアメリカ合衆国中西部に位置する州である。合衆国に加盟したのは21番目であり、人口では国内5番目、中西部では人口最大、かつ民族構成が最も多様化した州である。州とはスプリングフィールド市、最大都市は北東部のシカゴ市で大規模な工業地帯を持ち人口の8割が住む。州の中部や西部には 小さな工業都市と生産性の高い農業地帯があり、南部には石炭、木材及び石油など天然資源に恵まれ、幅広い経済基盤がある。シカゴの港はイリノイ川を経由して、五大ことミシシッピ川を結ぶ、交通の要衝である。イリノイ州は国内における商工業、交通、政治、財政の中枢的存在ということもあって、 アメリカ合衆国の縮図と言われる。AP 通信が行った21項目の人口動態解析によると、イリノイ州は最も平均的な州であり、州の中央にあるピオリア市はピオリアでうまくいくかい,いという疑問文がアメリカ大衆の主流に訴えるものであるかどうかの陰誘になってきており、新しい商品、サービス及び世論調査では、 市場調査の場所として使われることが多い。現在のイリノイ州南部にあったミシシッピ文化の都市、カホキアは、西暦1300年から1400年にかけて、人口が4万人近くいたと言われ、当時さらには1790年まで、アメリカ合衆国の中で最大の都市だった。カホキアの地は、次第に廃れていき、アメリカ独立の時はわずか2000人ほどのインディアンと 少数のフランス人開拓者がいただけだった。1810年代にケンタッキー州から移民開拓者が到着し始め、1818 18年には州に昇格した。シカゴはシカゴ川の岸でミシガン湖南部の数少ない天然の良好の地に1830年代に設立された。ジョン・ディアがもみがらを取る鉄製隙を発明したことで、 中中部の肥沃なプレーリーを世界で最も生産力があり貴重な農地に変え、これと鉄道が開通したことでドイツやスウェーデンの移民農業者を引きつけることになった。1900年までに北部の工業都市や中部及び南部の炭鉱で働き口が増えたことで東ヨーロッパや南ヨーロッパからの移民も引きつけた。 その工業生産力で2度の世界大戦中は重要な兵器製造工場になった。南部の田園地帯からシカゴへアフリカ系アメリカ人の大移住が起こり、その大きく重要な社会が形成されてジャズやブルースのような文化を作った。教習内人口の74%は州の北東部隅、特にシカゴとその大都市圏に居住している。 イリノイ州から3人のアメリカ合衆国大統領が選ばれた。エブラハム・リンカーン、ユリシーズ・グラント及びバラク・オバマである。しかし、イリノイ州で生まれた大統領は、タンピコ生まれで、ディクソンで育ち、ユーリカ大学を出たロナルド・レーガンのみである。リンカーンは、州とスプリングフィールドのオークリッチ墓地に埋葬されており、イリノイ州に埋葬されている、唯一の大統領である。今日 イリノイ州は、リンカーンの地という州の公式スローガンで、リンカーンが残した遺産の重要さを強調しており、この言葉は、車のナンバープレートにも表示されている。イリノイは、同州に占領したインディアン部族のイリニ族に、フランス人宣教師や探検家が付けた名前を、現代風に綴ったものである。この名前は、昔の記録では、様々な綴りがある。イリノイは、マイアミイリノイ語で、 伝統的に男あるいは男たちを意味すると言われている。当初のイリニウェクがフランス語を通じて、イリノはそしてイリノイに変わった。イリニウェクという名前は優れた男たちの部族を意味すると言われることがあるが、これは民間語源に過ぎない。より最近の学説ではイリノイがマイアミイリノイ語で、彼はいつものやり方で話すあるいは私は 通常のやり方で話すという意味のイレンウェアあるいはニテリンウェから由来するとする。これがオジブー英語のおそらくオタワ方言に取り入れられイリンウェイと変化し複数格ではイリンウェクトになりそれが彼らと接触したフランス人によってアルファベット表記された際語尾の B が和と表された。現在の形態入りのイは1670年代初期に現れた。 イリノイ族の名前自体は、フランス人選挙時代のイリノイ語辞書3つのすべてで、イノカとされているが、意味不明で他の言葉との関連もない。しかゴ、イリノイ州でも、中西部でも、最大の都市、アメリカ合衆国では、第3位、アメリカで最も高い超高層ビルである、ウィリスタワーから見た、市街地イリノイ州の主要都市と、道路イリノイ州の北東部境界は、ミシガン湖である。 インディアナ州との東部境界は、オバッシュ川の南西部、並びに、インディアナ州ヴィンセンズから北に伸ばした線すなわち、整形87度30分の経線となっている。ウィスコンシン州との北部境界は、北緯42度30分線とされている。ミズーリ州及び、アイオワ州との西部境界は、ミシシッピ川である。ケンタッキー州との南部境界は、オハイオ川の北岸に沿って走っている。 イリノイ州はミシガン州とも隣接しているがミシガン湖の水境界となっている。イリノイ州は全体が内陸平原内に位置しているが3つの主要な地理的区分がされている。はじめにシカゴ市、その郊外、並びに都市圏が拡大した隣接する準郊外の地域を含むシカゴ大都市圏が大半を占めるイリノイ州北部である。この地域は 週刊高速道路80号線及び同90号線沿いにあり、連邦政府の定義では、インディアナ州及びウィスコンシン州内のいくつかの郡を含み、アイオワ宗教方向のイリノイ州北東部まで伸びている。この地域は国際都市となり、人口密度が高く、工業化が進み、多様な民族が住んでいる。第四の都市圏で、州内第三位の都市であるロックフォードは、 週刊高速道路39号線と同90号線沿いにあり、シカゴの北西75マイルほどの位置にある。シカゴの含まれるクック群は2004年推計で530万人以上の居住者が暮らしているイリノイ州内で最も人口の多い群であり、アメリカ国内でも2番目に多い群である。2番目の大きな区分はイリノイ州中部であり、南方と西方に広がり、 大半はプレーリーである。イリノイ州のハートとも呼ばれ、小さな町と中程度の大きさの都市があることが特徴である。その西側は当初、米英戦争退役軍人用地の一部であり、イリノイ州の形状を西に出っ張らせることになっている。特に、トウモロコシと大豆を主産品とする農業が盛んであり、教育機関や製造業が集まっている。主要都市としては、 人口約37万人と、州内第3位の都市圏の中核都市ピオリア、州都スプリングフィールド、クインシー、リケーター、ブルーミントンノーマル都市圏、シャンペーン、アーバナ都市圏がある。クアットシティズは2008年時点で人口37万7625人であり、シカゴとほぼ同じ経線に位置する。これらの都市は、経済、政治及び文化の結びつきが強いので、 イリノイ州中部に含められることがある。この人口で実際には、州内第3位の都市圏となるはずだが、イリノイ州とアイオワ州の2つの州にまたがっているので、都市圏の州内順位には含められていない。3つ目の大きな区分は、イリノイ州南部であり、アメリカ国道50号線より、南、ミシシッピ川とオハイオ川の合流点に近い、リトルエジプトを含んでいる。この地域は、 暖かい気候、異なる農作物、岩の多い地勢、さらには小規模な石油埋蔵量と石炭丹田などで他の2地域とは異なっている。人口は他の2地域より少ない。セントルイスのイリノイ川郊外は人口約60万人と州内第2の都市圏になっており、集合的にメトロイストと呼ばれている。もう一つ、ウィリアムソン軍、ジャクソン軍、 フランクリン郡、セイリーン郡及びペリー郡に人口が多い。そう、の人口は約21万人でメトロレークランドと呼ばれている。シカゴ都市圏以外の地域はダウンステートイリノイと呼ばれることが多い。しかし中部と南部イリノイ州の住人はその地域を文化的に異なるものと見ており、必ずしもこの表現を使わない。イリノイ州最北西部の氷歴岩のない地域は、 氷河の影響を受けていないために、高度が高く岩の多い地勢となっており、州内でも他にない地域となっている。この地域にある、チャールズマウンドは、標高1235フィートと州内で標高が最も高い。州内で最も高い建築物は、屋上の高さが、海抜2034フィートとなる、ウィリスタワーである。ウィリスタワーそのものの高さは1454フィートである。 オールトン市からカスカスキア川までのミシシッピ川の洪水面はアメリカの底と言われ古代カホキアの都市があったところである。ドイツ人が初期に入植したところでもあり、最初の州都カスカスキアがある。カスカスキアはミシシッピ川を隔ててイリノイ州全体とは対岸に位置する。イリノイ州南東部の一部はインディアナ州エバンズビルと試験の延長であり、 インディアナ州とケンタッキー州を合わせて3州都市圏とも呼ばれる。イリノイ州内7郡がこの都市圏に入っている。イリノイ州は南北に400マイル近い長さがあり、大陸中央に位置するために、気候は幅広く変わっている。州の大半は湿潤大陸性気候に属し、暑く湿潤な夏と冷涼から寒冷までの冬がある。州の南端部、すなわちカーボンレールから南は、 温暖湿潤気候との境界にあたり、冬は温暖である。年間平均降水量は、南端部での48インチ以上から北部での35インチまで変化する。年間平均降雪量は、シカゴ地域で38インチを超えるのに対し、南部では4インチ以下である。過去最高気温は1954年7月14日に、イーストセントルイスで記録した、下肢117度だった。 過去最低気温は1999年1月5日にコンガービルで記録したかし36度だった。ギリのイ州では年間平均で51日の雷雨があり、国内の平均日数を上回っている。竜巻の発生日数も年間平均35回と多く、年間単位面積あたり回数では5回、1万平方マイルとなっている。国内でも、 被害の大きい竜巻の多くがイリノイ州内で起こっており、1925年の3、州竜巻では死者695人を出し、そのうち613人はイリノイ州住民だった。この数字は、イリノイ州が歴史的に周辺の州よりも人口が多いことによる部分もあるが、近年の気象予報制度の発展により、竜巻被害の程度は劇的に減少している。 人口密度図2008年時点で、イリノイ州人口は、前年より7万5754人、2000年より48万1903人、増加し、人口1290万1563人と、推計された。これには、前回の国勢調査からの自然増64万4967人と、州外への移住者15万9182人の、 減少が含まれている。アメリカ合衆国外からの移住は425,893人増加し、合衆国内部への移住者は585,075人となり、結果的に減少した。2007年時点の推計で、イリノイ州には1768,518人の外国生まれの住人がいる。そのうちら県アメリカからセント。 アジアから24.6%、ヨーロッパから22.8%、アフリカから2.9%、北、アメリカから1.2%、オセアニアから0.2%となっている。外国生まれの中で43.7%はアメリカに帰化し、56.3%はアメリカ市民になっていない。この州の人種的な構成は以下のようになる。 5歳以下の人口は6.9%、18歳以下は24.9%、65歳以上は12.1%となっている。女性は総人口の50.7%を占めている。イリノイ州住民を申告された祖先で分類すると、ドイツ系、アイルランド系、ポーランド系、イングランド系、イタリア系、アメリカ人、スウェーデン系、バスク人を除くフランス系、オランダ系、 ノルウェー系、スコットランド系の順となっている。5歳以上住民の21.8%は英語以外の言語を話しており、その内訳として12.8%はスペイン語、5.6%はインドヨーロッパ語、2.5%はアジアとオーストロネシアの言語、0.8%はその他の言語を話している。 イリノイ州の北円ミシガンこそいに国内第三の都市シカゴがあり、2000年時点で州人口の23.3%は、シカゴ市内43.3%は、クック軍65.6%は、シカゴ都市圏に住んでいた。シカゴ都市圏には、ウィル軍、デュページ軍、ケーン軍、レイク軍、マクヘンリー軍とクック軍が入っている。残りの住人は、 州内に散りばめられた、小都市や田園地帯に住んでいる。2000年時点で、州の人口重心は、北緯41度16分42秒整形、88度22分49秒、北41.278216度整形 88.、88.380238度、41.278216-88.380238であり、グランディ郡 メイゾン村の北東にあたる。イリノイ州では、キリスト教のカトリックとプロテスタントが2大宗派になっている。シカゴ周辺に多いカトリック信徒は、人口の30%に近くなっている。シカゴとその郊外には、ヒンドゥー教、ユダヤ教、イスラム教及び宿教の信徒が多く増加傾向にある。2000年時点で最大の信徒数を誇るのは、ローマカトリックであり、 神徒数は387万4933人で、ある。東方メソジスト教会は36万5182人、南部バプテスト連盟は30万5838人、ユダヤ教は27万人の神徒を抱えている。イリノイ州には19世紀の末日生徒運動の初期に集合場所となって重要な役割を果たしたナブーの町がある。ここは、 末日聖徒教会が多くの派に分かれることになった継承の危機の場所でもあった。最大会派の末日聖徒、イエス・キリスト教会は、今日のイリノイ州でも55,460人の、信徒がいる。1300年代に栄えたミシシッピ沿岸の、インディアン集落、イリノイ州近景土遺跡の復元図近景土遺跡の、巨大マウンドチッペワ族、フォックス族、デラウェア族、 イリニ族、キカプー族、マイアミ族、オタワ族、ポタワトミ族、ソーク族、ショーニー族、ワイアンドット族、ウィネバゴ族などのインディアン部族が、農耕生活を営んできた。ことにミシシッピガー沿岸部では、ピラミッド型の巨大なマウンド都市が築かれた。襲名の由来となったイリニ族をはじめ、イリノイ州に潜入したインディアン部族は、ビーバー戦争と白人のもたらした。 伝染病によって壊滅し、1854年にすべてオクラホマ州に強制移住させられた。オクラホマ州でイリニ族はパイアンカ小族、ウェア族と合併し、テオリア族連合を結成している。強制移住を拒否してイリノイ州に残ったインディアンは絶滅部族とされ、部族単位では存在しないことになっており、よってイリノイ州は 保留地が全くない州となっている。インディアン部族が運営するインディアンカジノも一軒もない。部族カジノは連邦に公認された部族の特権なので今後も開設される見込みは薄い。イリノイ州に暮らすインディアンたちはシカゴにシカゴアメリカインディアンセンターを組織して連携している。また、このシカゴには全米最大のインディアン権利団体アメリカインディアン運動の支局がある。 アメリカ連邦政府に公認要求中のインディアン部族シカゴはイリノイ州内最大かつ全米でもニューヨーク、ロサンゼルスに次いで第三の人口規模を有する都市である。2008年の推計人口は285万3114人だった。他に人口10万人以上の都市は7つある。シカゴ都市圏内に位置する人口10万人以上の郊外都市としてはイリノイ州内 第2の人口規模を有するオーロラをはじめ、ジョリエット、ネーパービル、エルジンが挙げられる。オーロラは2006年にロックフォードを抜いて、州内第2位となった。2008年の推計人口は17万1782人で、ある。シカゴの南西にあるジョリエットが、人口14万6125人で第4位で、あり、アメリカ合衆国の中でも、 人口成長率の高い都市である。シカゴ郊外のネーパービルは人口143,117人で第5位であり、イリノイ州道59号線に沿ってオーロラと境を接している。エルジンはシカゴ北西郊外にあり人口106,330人で第8位である。シカゴ都市圏を除く地域では州北部に位置するロックフォードが 人口157,272人で最も大きく、州全体でもシカゴ、オーロラに次ぐ第3の都市である。州とスプリングフィールドは人口117,352で第6位である。州中央部のピオリアは、地域人口規模では前述の大型衛星都市にはわずかに及ばないが、州中央部においては中心都市であり。 人口114,114人で第7位になっている。ロックフォード、ピオリアのいずれも人口30万人を超える都市圏を形成しており、スプリングフィールド都市圏は人口20万人を超えている。シカゴのスカイライン。シカゴの金融街にある、シカゴ連邦準備銀行入りの一周の2008年収葬生産は、 アメリカ合衆国内で5番目に位置する6,340億米ドルだった。2008年の1人当たり総生産は4万6米ドル、1人当たり収入は4万1,411米ドルと推計された。イリノイ州の所得税は純利益に、現在は3%の均一税率をかけて求められる。消費税には2種類あり、一般商品は6.25%、限定食品。 薬品及び医療器具には1%である。イリノイ州では資産税が最大の収税であり、地方政府課税地区では主要な歳入源となっている。資産税は収税ではなく地方税であり、軍、軍区、市町村、学区及び特別の課税地区を含む課税地区によって課されている。資産税は固定資産にのみ課されている。 2010年3月時点で、州内の失業率は11.5%である。イリノイ州の農業生産品は、トウモロコシ、大豆、豚、牛、酪農製品、及び小麦である。大豆の生産口では、通常国内第1位あるいは、第2位となっており、2008年では4億2770万、ブッシェルであり、アイオワ州に次いで第2位だった。トウモロコシでは、 毎年15億物資ル以上を生産して国内第2位である。州内の大学は大体収産品として他の農作物を積極的に研究している。イリノイ州は国内でも工業生産の中心であり、2006年には1070億ドル以上を生産して付加価値生産性を誇っている。製造業の約4分の3は北東部機械変換地域にあり、 州内約18,900工場のうち38%はクック群内にある。2006年時点で付加価値に基づく製造業の分野は科学、機械、食品、金属製品、輸送機器、プラスチックゴム製品及びコンピュータと電子機器となっている。2000年代初期までにイリノイ州の経済は金融取引、高等教育、 法律実務、物流及び医療といった高付加価値サービス業への依存度が高くなってきた。これらのサービス業はイリノイ州の以前の経済を牛耳ってきた機関の周りに集まってきた。例えば、世界的なデリバティブ商品を扱うシカゴマーカンタイル取引所は農製品の先物市場として始まった。その他の非製造業で重要な分野には出版、 観光及びエネルギー生産、分配がある。イリノイ州は石炭の大きな埋蔵量や小さな油田があるもののエネルギー用燃料は輸入超過である。電力は輸出しており、発電量では国内第5位、消費量では同7位の州となっている。石炭イリノイ州の石炭産業は、ジェイコブ・ルースなどの実業家がサンガモン郡などで石炭を発見した19世紀半ばから、 始まった。ジェイコブ・バンが石炭産業の発展に貢献し、ウェスタンコールマイニング社を創設し、オーナーになった。イリノイ州の約68%はペンシルベニア基地室年代の石炭を含む地層である。イリノイ州地質調査局によれば、歴生炭の埋蔵量として2110億トンが見込まれ、この量はアラビア半島で見込まれる。 石油埋蔵量の熱量を上回るものである。しかし、この石炭には、黄分が多く含まれに酸化溶排出量を抑える装置を使わなければ、酸性部を起こすことになる。イリノイ州の発電所の多くは紅葉、岩油石炭を燃やすようにできていない。1999年、イリノイ州の石炭生産量は4040 40万トンだったが、 州内で消費されたのは1700万トンに過ぎなかった。産出された石炭の大半は他州に輸出され、イリノイ州内で電力用に燃焼された石炭の大半はワイオミング州のパウダー川盆地で採掘されたものである。最近マトゥーン氏がアメリカ合衆国エネルギー省によるフューチャーアジェン計画の場所に選定された。 これは275メガワットのゼロエミッション石炭、滝事件発電所であり、エネルギー省より2期目の予算を得たところである。石油入りの一州は、中西部では、石油生成の盛んなところであり、原油を1日に90万バレル近く生成できる、能力がある。しかし、確認埋蔵量は、アメリカ合衆国全体の1%にも満たない。 住宅の暖房は81%が天然ガスであり、灯油は1%未満である。2005年の石油生産量は国内第14位であり、1日あたりの生産量は約2万8000バレルとなっている。原子力オーグル群にあるバイロン原子力発電所原子力発電はシカゴ大学キャンパスに建設された世界初の原子炉で世界初の人口で、 自己持続する各連鎖反応を成功させたシカゴパイル1号で始まったとされている。現在州内には6つの原子力発電所が稼働している。すなわちブレードウッド、バイロン、クリントン、ドレスデン、ラサール及びクアッドシティズの6カ所である。クリントンは単一路だが、その他は反応路を2機ずつ持っている。ドレスデン一号路とザイオン一号路、二号路の3つの 原子炉は高級的に稼働停止され、閉鎖のための様々な段階にある。50州の中で、イリノイ州は原子力発電能力と発電量で第1位となっている。2007年に、イリノイ州発電量の48%は原子力で生産された。風力イリノイ州の風力分布図、地表面からの高さ50メートル2009年、イリノイ州は 発電に風力を利用することに興味を持つようになってきた。州内の大半の地域は2009年にエネルギー省によって風力発電に最低限あるいは有望と判定されており、西部のいくらかは良好、南部の一部は見込みなしとされた。これらの格付けは支柱高さ50メートルに風力タービンを置いた時のものであり、より新しい風力タービンは、 背が高くなるので地表面から離れたより強い風を受けることが可能になる。その結果、イリノイ州のかなりの地域が風力発電の場所として有望になった。2009年9月時点で定格出力1 11 116.06メガワットの発電能力があり、さらに741.9メガワットの発電所が建設中である。 イリノイ州の風力発電能力では国内第9位であり、潜在的能力では16位になっている。大型の風力発電所はツイングローブズ、レールスプリッター、エコグローブ、およびメンドータヒルズにある。2007年時点で風力発電量はイリノイ州エネルギー生産量の1.7%に過ぎず、将来的には エネルギー需要の後ないし10%を生産できると見積もられている。2007年、イリノイ州議会は2025年までに、イリノイ州内で生産される、全発電量の25%は、再生可能資源から得られるようにすることを義務付けた。バイオ燃料イリノイ州のトウモロコシ生産工は、国内2位であり、そのトウモロコシを使って、国内で消費される。 エタノールの40%を生産している。ディケーターのアーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社は、トウモロコシ原料エタノールの生産では、世界のトップクラスにある。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校は、石油巨大企業 BP が5億ドルを拠出した、バイオ燃料研究プロジェクトである、エナジー・バイオサイエンス・インスティチュートでの共同研究者になっている。イリノイ州に、 本拠地のある企業には以下のようなものがある。1928年に建設されたロックフェラー礼拝堂はシカゴ大学キャンパスの一番高い建造物である。知事及び衆議会に管理を任されたイリノイ州教育委員会がイリノイ州内の公共教育を管理している。地方自治体及びそれぞれの教育学区がそれぞれの公立学校を管理しているが、 イリノイ州教育委員会は、イリノイ州学校レポートカードによって、公立学校の実績を監査している。イリノイ州教育委員会は教育費及び教育方針について、州の指導者に勧告も行っている。イリノイ州では、キンダーガーテンから12年までの教育が義務とされており、通常小学校、中学校及び高校の3区分とされているが、例外もある。 教育学区の領域は構造が複雑な場合が多い。ある教育学区の小中学校が高校では他の学区の生徒を送る仕組みになっている場合もある。教育振興のためのカーネギー基金で定められた規定に従って州内には11の国定大学がある。2009年の US ニュースワールドレポートの評価で国内にあるトップ50の国定大学のうち 1> 第1分類に、シカゴ大学、ノースウェスタン大学、イリノイ大学アーバナシャンペーン校、イリノイ工科大学及び、ロヨラ大学シカゴ校の5大学が入っている。州内には、公立私立合わせて20以上の認可4年生大学があり、その他多くの教養家庭カレッジもある。さらに、イリノイ州、コミュニティカレッジシステムに含まれる49の、 公立コミュニティカレッジがある。多くの生徒は高等学校から直接軍隊に入隊、または企業に就職するのと同時に、イリノイ州内の短科大学及び大学に出願することも可能である。イリノイ州には多くの博物館がある。スプリングフィールドにあるエイブラハムリンカーン大統領図書館、博物館は国内最大の大統領図書館である。 シカゴ市にあるカキのような多くの博物館は世界でも最良のものに数えられている。イリノイ州は1946年以降、中西部クリニック国際的バンドとオーケストラ会議を主催し、また国内最大級の音楽教育者組織であるイメア、イリノイ音楽教育者協会があるなど、音楽教育の指導的存在である。シカゴ交響楽団は、 世界的に評価の高いオーケストラである。シカゴ市は人口が多いだけに異なる15のプロフェッショナルスポーツチームの本拠地となっている。ただし地理的に近いために州全体ではセントルイスやインディアナポリスのスポーツチームのファンも多い。野球ナショナルリーグのシカゴカブスは大リーグで2番目に古い歴史を持つリグレイフィールドで試合を行っている。 1908年から2016年までの108年間、ワールドシリーズ優勝がなかったことでも知られている。アメリカンリーグのシカゴホワイトソックスは2005年に1917年以来のワールドシリーズ優勝を果たした。この2チームは毎年必ず4試合または6試合対戦するが、その試合はウィンディシティクラシックと呼ばれる。アメリカンフットボールシカゴベアーズは8回の NFL チャンピオンと第20回スーパーボールを含めて総計9回のリーグタイトルをものにしている。アリーナフットボールリーグのシカゴラッシュは2006年の第20回アリーナボールを制したバスケットボール NBA のシカゴブルズの本拠地。1990年代の8シーズンで6度優勝にチームを導いたマイケル・ジョーダンが所属していたことでも有名なバスケットボールチームである。 ワンバのシカゴスカイおよびナショナルプロファストピッチのシカゴバンディッツはどちらも2008年に初優勝を果たした。アイスホッケーシカゴブラックホークスは NHL に所属する1926年創設のアイスホッケーチームである。オリジナル6の一つであり、1961年までに3度スタンデーカップを獲得した。以降長らく優勝はなかったが、 2010年に49期ぶりに優勝すると2013年、2015年にも優勝を果たした。あるに所属するシカゴウルブズも大変人気があり、最初のシーズン以来優勝を続けている。サッカーシカゴファイヤーはメジャーリーグサッカーに属している。リーグに加入した1998年に MLS カップで優勝。以後4度、ラマーハントアメリカオープンカップを獲得した。 アメリカ女子プロサッカーではシカゴレッドスターズが2009年に最初のシーズンを迎えたが2010年をもって撤退した。過去に存在したプロスポーツチームシカゴは過去にも NFL のシカゴカージナルスはのシカゴクーガーズ、CBA のシカゴロッカーズ、ABA のシカゴスカイライナーズ、アリーナフットボールリーグのシカゴブルーザーズ、ユスフルのシカゴブリッツ、ミスルのシカゴスティング、 NPSL のシカゴパワー、NWBL のシカゴブレイズなどの本拠地だった。イリノイ州において、プロスポーツが行われるにはシカゴだけではない。ロックフォードライトニングは CBA では、最古のチームである。ピオリアチーフスとケーン軍クーガーズは MLB 参加の、マイナーリーグ野球チームである。ノーザンリーグのショーンバーグフライヤーズとジョリエット、ジャックハンマーズ及びフロンティアリーグのサザンイリノイ。 マイナーズも著名な独立系マイナーリーグ、野球チームである。あるでは、シカゴウルブズ以外にも州内には2つのチームがある。ロックフォードアイスホグスは、シカゴブラックホークスの参加であり、ピオリア・リバーメンは、セントルイス・ブルースの参加である。イリノイ州は、モータースポーツでも長い歴史がある。ジョレート、シセルおよびマディソンにある、超遠レース場では、ナスカー、カート、 およびインディレーシングリーグの試合が行われる。数あるロードレースのクラブの中でもスポーツカークラブオブアメリカはジョリエット、サウスベルイトおよびカーペンターズビルのサーキットを使っている。他にもショートトラックやドラッグストリップの会場がある。イリノイ州立公園システムは現在のマサックトリデ州立公園とともに1908年に始まった。 現在は60以上の公園及び約同数のレクリエーション並びに野生生物保護地域を保含する。国立公園局の保護及び管理下にある地域は以下のものがある。イリノイ州はその州憲法のもとに行政府、立法府及び司法府からなる政府がある。立法機能は118人の議員による会員と59人の 議員による上院で構成される議会に認められている。行政府は、イリノイ州知事が率いるが、他に4人の行政官が選挙で選ばれる。司法府は、州最高裁判所と下級の高所裁判所、巡回裁判所で構成されている。スプリングフィールドにある、イリノイ州会議児童は、アメリカ合衆国議会議児童よりも高いイリノイ州は、歴史的に共和党と民主党が競ってきた州だった。 近年の選挙では次第に国政選挙では民主党よりに州選挙では中西部でも堅固な民主党基盤になりつつある。しかもとクック軍は民主党の強力な地盤である。さらに民主党に投票する有権者が伝統的に共和党色の強い軍部に移転してきている。共和党は北部と中部の田園地帯では優勢であり続けている。民主党は 南部トクアットシティズとイーストセントルイスの都市圏では大抵の場合選挙を制している。大統領選挙の場合は過去5回で民主党候補が入りの異臭を制してきた。2008年の大統領選挙でバラク・オバマは相当票数の61.9%を獲得し25ポイント差で選挙人票21票を確保した。州内の政治は特に シカゴマシーンに目立つ汚職やアドレースティーブンソンやジェームズ・アール・トンプソンなどの改革者知事の存在で有名になってきた。2006年、前知事のジョージ・ライアンが恐喝と収賄で有罪とされた。2008年、当時のロッド・ブラゴジェビッチ知事がバラク・オバマの抜けた上院議員の椅子を最高値をつけたものに売ろうとしたという告発に端を発して汚職で、 刑事告発された。20世紀終盤、会員議員団ロステン・コースキは、郵便詐欺で投獄された。元知事で、連邦判事の夫カーナー・ジュニアは収賄で、投獄された。州会計検査官オービル・ホッチが、公金横領で投獄された。1912年、シカゴの共和党ボス、ウィリアム・ロリマーは収賄で、アメリカ合衆国上院議員の地位を追われ、 1921年、レンス・モール知事は、州から100万ドルを騙し取ろうとしたことが判明した。アメリカ合衆国上院議員となった6人のアフリカ系アメリカ人の2人、すなわちキャロル・モーズリー・ブラウンとバラク・オバマが、イリノイ州の選出だった。大統領になるために、上院議員を辞任したオバマに代わって、ローランド・バリスが上院議員に指名された。イリノイ州が送った、 アフリカ系アメリカ人上院議員は3人になった。イリノイ州の初代知事は1818 18年から1822年まで、勤めたシャドラック・ボンドだった。3人の大統領が、イリノイ州を政治基盤にしていた。元イリノイ州選出アメリカ合衆国会議員、エイブラハム・リンカーン、元アメリカ陸軍将軍のユリシーズグラント、及び現職で、元上院議員のバラク・オバマである。 ロナルド・レーガンはタンピコで生まれたがカリフォルニア州知事として政界に出た。元入りのイリノイ州知事アドレース・ティーブンソンは1952年と1956年の大統領選挙で民主党候補者になった。2000年、イリノイ州の常勤警察官の数は人口10万人に対して321人であり、国内ではルイジアナ州、ニューヨーク州、ニュージャージー州に次いで 第4位の多さだった。この順位では、ニューヨーク州だけが、イリノイ州より人口が多いので、州の機関数、特別権限を持った、機関数及び、地方警察署数など、法執行のための数値の大半で、国内トップクラスになっている。イリノイ州が人口で、第5位にあることを考慮したとしても、多くの数字が、人口の多い州よりも高い傾向にある。異なる。 法執行機関の間では、司法権に多くの重複も存在する。州内には少なくとも11の法執行機関がある。軍では、保安官、森林保護警察や、その他の特務警察がある。自治体では、ほとんどの市や村で、主警察、公園管区警察、さらには、自治体特務警察がある。多くの大学も、独自のキャンパス警察を持っており、 警察官がいることが多い。イリノイ州は国土の中央にあり、ラストベルトやグレインベルトに近いことから、空路、道路、鉄道の全国的な交差点となっている。シカゴのオヘア国際空港は世界でも利用客の多い空港であり、2008年では国内旅行客5930万人、海外旅行客1140万人が利用した。 ユナイテッド航空やアメリカン航空の主要中継点であり、空港の拡張計画が進行中である。ミッドウェー国際空港がシカゴ都市圏第2の空港であり、2008年では1730万人が利用した。入りの一周には広範な旅客と貨物の鉄道輸送網がある。シカゴは全国的なアムトラックの中継点であり、州内旅客は アムトラックのイリノイサービスを利用できる。シカゴからカーボンレールには、イリニー号とサルキ号、シカゴからクイーンシーには、カールサンバーグ号とイリノイゼファー号、シカゴからセントルイスには、リンカーンサービス号が走っている。現在は、シカゴからセントルイスの線の改良が進められて、最高速度が時速110マイルとなり、所要時間を1.5時間短縮することになる。 北アメリカの鉄道線のほとんどすべてがシカゴに集合しており、世界でも最大級で活動的な中継点となっている。シカゴ市やその郊外には、シカゴ交通局によるシカゴイルシステムで広範な通勤鉄道が備えられている。メドラが運行する合衆国最大の郊外通勤鉄道が既存の鉄道線を使い、 多くの郊外拠点から市内に通勤客を運んでいる。ミシシッピ川やイリノイ川は農生産物の輸送に使われている。ミシガン湖はセントローレンス海路を通じて大西洋へのアクセスを可能にしている。ありがとうございます。